皆様こんにちは、現場の庄司です。そしてライフアップカウンセラーの岡夏子です。いよいよ3週目に入りました、はい、野々村誠さん、どうもよろしくお願いいたします。これは一生聞いていて、いや本当にね、いやいやいや楽しくってね、すいません、もうベラベラベラと、はい、もう正直にもう喋らさせていただいてます。いや本当に楽しくなりました、はい、ところで、はい、こういう旦那さんの奥様、はい、ね、トシエさん、はい、はい、巡り合ってから結構長くお付き合いしてたんですよね。そうですね、もう30何年ですかね、要するに付き合って11年経って結婚したんで、すごいです、ね、それからもう22年3年っていう感じで34年ぐらいになりますかね、はい、10年間って大変でしたでしょ。そうですね、やっぱりなんでしょう、自分たちでやっぱりどっかやっぱりお互いアイドルっていうのがあったんで、ファンの方々の手前やっぱりそんな堂々とお付き合いやっぱできなかったんで、まあ隠し芸大会ってお正月のあれで、あの団体芸っていうのがありまして、それで一緒に同じ演目をやったことがきっかけなんですけど、はい、アメリカンチアリディーディングっていうんですかっていうのをみんなでやった、まああと何人か10名ぐらいでやったんですけど、我々あのまだアイドルといってもバンド売れてない、そういうメンバー10人で集まってやってるもんで、もう駆け出しなんで、とにかく芸能人なんてもう本当に一匹狼同士がね、個人の戦いだと思うんだけど、久しぶりにこの団体で一つのものを作り上げるっていうんで、学生時代に戻ったような気分で、チアリーディングってあの踊るんですか。そうです、踊って、そう結構アクロバットとかするんで危ないんで、ちゃんとこう息を合わせなきゃいけないんで、なおさらその1ヶ月以上のレッスンの後中で一つにみんながこう近い存在になったんですね。で、最優秀団体賞っていうのは当時あの渡辺新会長に初めていただきましたよ。名もない、要するに個人芸だと当時すごい人たちがいる中で、党の中でこのすごく感動したって言われて、その番組してその終了後にその賞として最優秀団体芸っていうのを、団体賞っていうのをいただいて、みんな大喜びして、僕らでも一生懸命やればこれからの人間なんだけど、こんな賞をいただけるんだっていう、なんかなおさら人の、なんでこれからだからそれぞれまた一人一人の生活ね、あの仕事に戻っていくけど、何かあったら励まし合おうぜっていう時に、ちょっと僕一緒にやってて好きなだったなっていう、そのメンバーの中にいた女性が、トシエちゃんじゃなかったんですね。違ったの嫁さんじゃ、今でもちょっと、ちょっと嫁さんじゃなかったんですよ。でそれで一緒に組んだのがたまたま本当に嫁さんじゃなかったんです当時。でその彼女に、で携帯もありません、うん、今その時代はね、普通家でしかない、うん、あと電話ボックスがない時代に、連絡を今後ともっていう取り合いたいんで、紙に10人分こう僕の電話番号、家の電話を書いて、こうやって渡してカモフラージュにしておいて、その子に渡すのが、そうやって手、要するにみんなに渡して、当然渡すじゃないですか、うん、みんな何かあったら何か電話しような、電話しような、電話しような、うん、俺もするからで渡して、で電話もらってしようと思ったんですよ。あ、なんか知恵者ですね、はい、なんかカムフラージュして、はい、なんか本命に、はい、でその中にあのでそうそう、としえさんも入れたんです。入れたんです、はい、入れないところ、はい、カムフラージュにならない、なんないから、で入れてて、ある日その自分がなんかちょっとやっぱりちょっと家の中に行き詰まる、なかなか時にちょっとなんか電話して何してんのかなって思って、その彼女に電話ボックスから電話を入れたら、あの留守電になっちゃったんです、うん、でだからいなかったんですね。だからああいないんだ、どっかやっぱり仕事に行ってんだなと思って、まあアドレス手帳持ったんで、アドレスで、でもやっぱり寂しかったんで、うん、その次を見たら何次でが年上だったんですよ。あ、次2番目が年上だったんですよ。でも、ね、でどうしてもその日なんかこの寂しい心を癒してもらいたかったから、でこう電話したら、プルルじゃないの、プルって出たんですよ。プルルってワンコールもない間にピチョンってガチャンと出た、うん、向こうが、あ、もしもし、え、坂上さんですかって言ったら、うん、あら、私今あなたの家に電話したのよって、運命だでしょ、うん、でまあ親父が出たらしくて、いや今いねえよって言ったらしいんだけど、で僕電話した、だから、ああ そんな、ね、暇だねねえあなたはなんて言いながら、でうちでなんか話がちょっと弾んだんで、あったんですよ。そこからが運命が、学校がもうそちらでこう流れていくんですよね。
人生っていうのはどうですかこれ。人生論。ここにその本命の方がもし出てたら、うん、しなかったわけでしょ電話。しないね。今でも言います年上が、うん。あ、言われる。そう、あんたは最初に本命に電話してたって。こういうような番組に前行って喋っちゃったものがバレちゃって、そこからあんた私の先に電話してた人いたんだっていうのがバレて、はい、でも、まあ、どう考えても俺よりも先にとしえちゃんがうちの親父に電話うちに入れてたってことは、お前の方が僕のこと先に好きだったってことだなっていう、うん、まあ、それでもまた微妙ね、はい、もうどうでもいい話なんですけどね。いやでもね本当に運命ですよ運命、そういうのってね、まあ、でも結果的に、うん、まあ彼女で良かったなっていうは、まあ、思ってますけど。でもそれ結婚まで10年でしょ。はい。その辺って大変だったんですよ。いやだからやっぱりファンの子があって、まあ親もいたんで、今からね笑っていいとも出てどうしようかっていう時にファンの子もしこんなことがね付き合ってとかバレたりして、ファンの子がいなかったらお前どうするんだって社長さんにでもね、もうこんなにして売っていただいてるのにもう恩返せないじゃないかって、それでいうことで怒られて、だから付き合っちゃダメっていうような、やっぱり親からもやっぱり反対があったんですよ。向こうの親は広島にいたんで、やっぱりもう一人暮らし始めてるんで、もう東京であまりそういうところに話は言ってなかったけど、うちの親が完全に反対したんですよ当時、申し訳なくて。だけどやっぱり僕のやっぱりその気持ちとしては、やっぱ彼女と付き合ったかったし、まあまあそれまでずっと恋愛なんかしたこともなかったんで、まあなんかもうあいつの方にアパートとかに転がり込んだりして、その転がり込んだのは実は淳さんの家に行ってるとかケンジさんの家に行ってるって嘘ついて、で実は彼女のところにいながら、まあそういうふうにしてたんですけど、そのうちバレるんですよ。でファンにもバレるんですよ。でちょっと大変なことになって、ファンも泣いたりなんかして、もうファンに辞めるとかなんとかってなったけど、それでもうん、二人のそのね気持ちはぶれないでっていうんで通していなくなっちゃいましたけど、ファンとかが、うん、でも、うん、で彼女にもファンが、当時彼女もアイドルでしたから、まあまあでもそれもいなくなって、だけどなんとかその仕事をやり続けなきゃいけない、だからアイドルとしてはもうあまりもうやっていけないかもしれないけど、そういう不思議発見とかドラマとかそういう仕事があって、それでなんとか生計立てて、ただ立てても給料制だったりなんかして、まだ僕の収入が少ないから結婚するっていうのにはやっぱり当然まだ号が出せないって、僕も幸せにしなきゃいけない、向こうのご両親のこともあったんで、この給料ではとてもとても彼女を幸せにする自信もないっていうことが10年やっぱりきっちりしなきゃいけないっていう、偉い、親にもやっぱり、嫁もすごいのは意地なんですね、反対されることがかえって悔しかった、絶対この人を芸能人として独り立ちさせる、大成させてやるっていう、なんかそういうで辞めるんですよ嫁は、結局芸能界で支える方に入って、で僕のいろんな身の回りのそういう世話とかなんかをして、まあやっていくんですけど、まあ10年ちょっとしてもう途中だから、庄司さんみたいな方々にすっぱ抜かれるわけですよ、ね、野々村誠は坂上として、ね、熱愛なんとかなんとかって思って、大体もう熱愛が出ると引っ越すんですよ、で2年ぐらいするとまた熱愛ってまた引っ越すんですよ、まあ6回ぐらい引っ越しましたね。でそのうちなんていうかびっくりしたけど、構造さんもね、もう吉さんも那須本さんも、お前らいい加減にしろって言ったもうあんたたちやっても全然もう雑誌代盛り上がらないから、はい結婚してくれって言われたの。でいよいよ周りもそんな雰囲気だし、あの親たちももういい加減もう許してくれる、だから周りからもいいから幸せになれと、だから要するに自分たちの勢いでして反対をしのけていくんじゃなくて、やっぱりみんなが幸せになってほしいっていう気持ちの、だから他の知ってる芸能人の先輩たちにも、まあいつなんだよ、まあいつなんでもいいからしろしろっていうふうにもう言われるようになったんで、それがちょうどいい節目で、でその時にたまたま、花王ファミリー劇場っていうので、のドキュメントで夫婦結婚をするのをうちでやらせてもらえないかっていう、それまで番組になっちゃった、その番組にすみません売ったんですあの僕がそれを理由に、今でも言われますよ年上に、番組で結婚式やってくれよって言うんだけど結婚するかってもうしようかって、もう
お互いもう重い腰が上がらなかった。もうこのスタンスでもずっと言ってもよかったも、もう何回もほら結婚を出場したいっていう気持ちが湧き上がってはこう冷めて、湧き上がっては冷めてる彼女がもうこれでいいやってもう流されてる状態だったんで、で僕も申し訳ない申し訳ないって言ったけど、どっかで責任を取らなきゃいけないとは思いつつ、まあこのスタンスでずっと言うから向こうも何も言わなくなってきた頃だったんだけど、ちょうどこの機会にそういう話もあるから、そういうテレビの力を借りていきやがって今でも失礼でしょプロポーズの言葉テレビでやってくれるから結婚しないって最低のプロポーズだって、今でもね芸能界ではもう有名なんですよ。テレビに結婚式を売った男って言われてる、でもねそういうきっかけがあって結婚ねがそうです、うん、とってだから1から要するに出会いから全部ドキュメントでやってくれたんですよ、で2人が6回引っ越してアパートも1つ1つ訪ねるんですよ、で今住んでる人たちにすいませんって言って僕たちが残した足跡の中を残したものをこのテーブルの傷とか、なんかの傷とかこれ貼ったらうちらですよとかそのまま残ってるんですよ、今見てみたい、でしょ面白いですね。だってそれね引っ越した後になんか取材されちゃったりしますよね。だからもう我々そうです。まあまあしないけど、まあたまたま我々がその番組でその訪ねていって今住んでる人たちにあの我々が昔ここ住んでたんですよって、あそうなんですか。縁起いいですよね。だってずっとコンティニューしてる夫婦だから離婚もせず、はい、はいね、そう結局そういうことで。今に至ってるというね。いやだからなんていうのかしら、こう愛情がより深くなったよね、うん、その2人のつながりが、まあね、やっぱりその11年っていうなんかこうね席にこだわらないで、なんかやっぱりお互いこうなんか自立した関係、やっぱりこうあの依存しない、席って入籍しないでも11年いられるっていうのがすごいんですよ。すごい、うん、ほらいやいや、まあ確かにすごい、結婚カウンセラーが言ってるんだから。いや本当に ねそれがあるからこそ自信になって、うん、だから結婚っていうきっかけが本当はなくてもよかったと思う、多分2人は、うんうん、でもまあ幸いからね番組でタダで結婚式できちゃってね。そうなんですよ本当に。いやちょっといやいや、もう岡田さんまで言うたらもう本当にいやらしい。いや確かに、でも本当にでも妻が、まあ、結婚するまでずっと長い間付き合ってる間も、うん、例えばあの最初転がり込んだ時、うん、もう僕一銭も持たずにナップサック背負って傘さして転がり込んだんですけど何ヶ月して僕が一銭もお金持ってこないことに、お前いい加減にしろって言われて親からお金もらってこいと。私の給料だから当時なんて僕3万円しか給料なかったんです、事務所でもらってで嫁の方が先に芸能が入ってるんで10万ちょっとぐらいあったのかな、だから生活できたんですけど、であの彼女の給料だけで僕生活してたんですよ。でこれじゃダメだから、その3万円でもいいからいくらか持ってこいって言われて、で持ってってそれじゃ足りねえって話になって、でたらこれどうだって、これちょっと給料安いんじゃねえかって言って俺の給料を上げさせたのも嫁だからね、すごい、うん、ちょっと話し合いだ社長と、すごいこれじゃおかしいって、うん、いろいろ黒柳さんとかあのバナさん皆さんとにもアドバイスをいただいたことあったけど、うん、エジプト行った時にそれこそ3万しか持って行ってなくてお前迷子になったら、ね、二度と日本に帰れないぞって話になって不思議発見です。エジプトにメンバーで行った時に、うん、僕3万円しか持って行かなかったんですよ、分かんなかった。エジプトがそんなにお金かかるぞことは思わなかったんで、うん、でそれで大問題になって、ね、お人がいいからやっぱりその奥様ね、はい、としえさんはやっぱりこう強くなるしかなかったんですね。やっぱりこう奥さんがしっかりしないと、もうこの人は、ね、大変なことになっちゃうみたいな、そこに、ね、だから僕今でもお小遣い制じゃないですか、だから親からお小遣い、嫁からお小遣い、ずっと小遣いですよ、だから全部財布全部は向こうだから、うん、いやでもそれでね、もうなんか迎合してるっていうか納得してるところが偉すぎ、まあ、そうですね、無駄なお金も使わずに済んでるのはこういうことかなと、うんね、まあね、まあ、使うとか使わなきゃいけないってことはいただいたりするんですけど、いただくいただくんですけど、まあ、それ以外はこうね向こうでもね夫の鏡ですよ。そうよね、ね、奥様からしてみたら、そうでしょ、そうでしょ、うん、これ偉いでしょ、僕、うん、結構頑張るの、まあ、仕込んだのは奥様って感じ、まあ、だから鍛えたのは奥様って感じ納得させたのも奥様、まあ、まあまあまあ、うん、惚れた方の負けかなみたいなのもありますけど、ね、これねあるんだよね、そのどっちが惚れたっていうね、うん、その向こうが最初って言うけど、やばい、まあまあこっちの方が惚れてますね、なんかね、こうやってね、彼女たちがまだ最初晩年の頃グラビアとかの撮影でどこか外国行った時に僕内緒にしてて、うん、ある日あの本屋さんで彼女のグラビアが出てるっていうのを見たんですよ、うんうん、そしたらちょっとギリギリのサインの線 のグラビアだった時に、うん、僕記憶失ったから記憶戻った時は目の前で
本屋さんのご主人が警察に電話入れ本当にそう入れて最初だったから、ビリビリに破いて全部積んであるんです。ビリビリに破いて見られるのが嫌だったから、ちょっとのろけ話ですけど、本当に本当に、ね、なんか独占欲結構、その時はだからあったんでしょうね、愛情深くね、びっくりした。その時忘れて、俺ロケ先から立ち寄って読んでた本だから、すいません全部買い取りますから、本当にすいませんって言って、それを僕やめたやつ全部払って、もう本当にちょっと変な感じになってたら来月とか言って、そのまま本当に逃げるように破いた分だけ払って、やっぱりそこでね、これ僕の女房だからこんなのって言えないですよね、やっぱりそこはもう、ね、女房っていうか、まだ隠してた段階だから、女房になる前のだから、だからもう何も言えずにとにかく破いてた。もうそれはだっておかしな人だと思ったから、警察電話しましたな、それはね、警察にちょっと言わないです。もうだからそこまで我も帰ったから、もうかけてる最中だったから、すいません、なんか帰って帰りますから。すごい、あでもそこで自分の愛に確認、愛の確認、まあ、だから気持ち焼きは焼き、気持ち焼き、うん、なんかね、そういうことになんか奥さんその話知ってんでしょ。知ってますよ、ね、いや、だなんで教えてくれなかったんだと、だから急に破いてたじゃないかとか言って、俺わけのほうが本屋で破いてたんだよお前っていう、だからちゃんとやったらやったって教えてくれよって、あそうか、知らなかったんだ、うん、だからそんなことがあって今も、今でもまあまあこっち惚れた方の負け。いやでもそういう確認大事ですよね、いつも女房に惚れたのは俺だね、俺は惚れてるんだっていう、なんかそういう気持ちをなんか忘れちゃうと、なんかね、いろんなことに走っちゃうんですよ。いや向こうもうまいんですよ、そういうやり方が。だって誕生日とかそういうと記念日しか料理とかちゃんと作んないし、いやでもこれもごもっともだと思うんだよ、だから毎日飯作ると思ったら大間違いだぞって言うんですよ。何にもありがたみも思わないだろうって、こういう記念日とかにもうね、すごい料理人が作るぐらいの料理を作る、うん、だからもともと調理師免許持ってるんで作れるんですよ、フルコースにしたり、うん、そういうことされてもこっち何も言えなくなりますよね、分かってんですよそういうところの。いや年に3回ぐらいやるんですね。いやそれでまあ料理は他にも作りますよ、うん、ただカレーとか、うん、おでんとか3日4日持つやつ、うん、そういうのばっかり作ってますよ、うん、3日目がうまいとか言いながら奥様に調教されちゃった、はい、ね、いや本当もう本当にもう、ね、これだけ惚れてるんだね、うん、すごいですね。でも奥さんもね頭がいい、いい本当に、ね、ここまでに本当にね、そうなんていうの、ここまでこうなんか人気番組にずっと出れるようにしてくれてるのも、そうそうそう、まあね、事務所の力もあるでしょうけど、はいもう、はい、そうですね、もう奥様の力もね、もうかなりだと思いますよ。本当に、ね、皆さんのふんどしで生きてますんで、本当にありがとうございます、僕本当何にも本当ないの。離婚とかしないでくださいね、そんな仲良しなのに急に離婚したりしますから、私野々村さんのコメントするの嫌ですよ。いやそれはそれは岡野さんは戻さないで、いやいやそれはもうぜひ永遠にコンティニューして相談に乗ってもらうときは戻ってもらいますから、本当にね、本当でもその時は僕の味方になってください。俺は結構頑張ってんだから、ね、いやそんなことない、まあまあ幸せに夫婦ですね、まあね、夫婦巡り合いから結婚のお話、はい、もうなんか愛情いっぱいでしたね。もう今週はこの辺でいいですか、この辺で。ありがとうございました。ありがとうございました。新大人の時間、毎月多彩なゲストをお迎えしてお送りします。毎週水曜日お昼に更新します。チャンネル登録よろしくお願いします。